始めたんだけどさ、最初暗すぎて草。近いですテロップ近いですそう近いよ、遠目なんだけど近いんだよね。なるべく遠くしてるけど近いよ。ごきげんよう。そう、紫外線対策中なの。私さ、日に当たるとさ焼けちゃうからさ、誰しも今ね、やっぱ夏になってくるじゃない、対策中なんだよね。待って待って、見えなくなる。ヤンさんありがとう、ね、猫ありがとうね、まるとみちゃんさんありがとう。日焼け止め塗りたくってる、大事、日焼け止め本当に大事。今下から光当ててるからさ、こうやってやると影になるんだよ、上がほら、ひえーうまく見えない、こうやってやったら見えるから、見えない見えないね。幽霊配信あれだよ、こうやってやると、あの怪談話できるよ。鍵盤が、いいってした時の鍵盤が多分めっちゃドラキュラだった。え、剣士か、剣士だよ、なんだよ鍵盤ってマジで本当に鍵盤ってなんだよ、剣士だよ。入試ね、入試はね、ね、全部抜けてないよね、確か。小声で言うからいいから、うんとかいいえとか言ってくれてもいい？全部抜けてないよね、確か。ダメだ、無反応だ、ひどい。あの12級試がね、12歳休止12休止ってなんだよ。12歳休止が生えてきたんだよね、ついこの間。そう、遅いんだよね。そう、そんなもんで、ね、顎が小さいもんで、ここがさシューってなってるけん、歯がキツキツなんですよ。なのに一番奥の親知らずが横向きに生えてるっていう最悪な状態で、すごいスクショできて、やだやめてよ。その最後の親知らずで本当にここがね、ここに横向きに生えてるんだよね。
だから最悪なんだよね。自分のこの骨格に対して横向きに入ってるのは最悪だよ。今でもキツキツなのに入らないっていうね。だから何かを抜かなきゃいけないかもしれないっていう、大変ね。で4本ともさ横だからさ、全て抜こうと思うとさ、やばしいね、考えちゃうよね。かわいい、嬉しい、猫ちゃんありがとう。うん、めっちゃ影響ある。エルビさんありがとう。ヤシチさんありがとうございます。うん、そんな画角でも可愛いのとかしてたありがとう、嬉しい、最高の褒め言葉だね。ヘイペロリン、多分4本一気に抜くとなると顔めっちゃまん丸になりそうだね。まん丸って感じになりそうね。えめっちゃ痛そう。割らないとあかんね。やだ、そんな怖い。画面横向きにしたら添い寝感、こんな感じ。むずいなあ、みんなが横向きにすればいいのか。確かにね、そうなんだよ、大変だよ。壊さないといけないのかい。うん、フェイス、え、ナコールさんありがとう。え、来とったね、参考園ありがとうね。見つけたいよ、あの月のおじさんだっけ。そういうね、絵本があるんですよ。一人のそのなに、プリンセスが、わがままプリンセスなんですけど、そのわがままプリンセスと、んと、その月のそのひげがね、もうすごくシュッてなってて、月の形みたいになってるから、そうなんだけどね、なんかそういうの人たちの物語うまく説明できなかった。 AI 方は本当に嬉しい。あのね、この間黄金比ってあるじゃないですか。そう、本当に中学生なのよ。よく大人に間違えられるよ。高校3年生かと思ったとかね。あ、もうなんか大人になった、大人だと思ったみたいな。昨日もね、ヤンさんにね、あ、高尾さやかさんね、そう、ヤンさんに私ヤンさんって呼んでるんですけど、そう、ヤンさんにね、あの、会って、本当に14歳だよねってですって話したのよ。え、なんかあの X での7周年の時のあのカメコタイムの時に、ヤンさんとのちょっとあと一歩ってところの写真が載っててすごく、あ、撮られてたと思って、じゃんじゃんそういうのを載せてください。私もとても嬉しいです。周り好きだよ、綺麗だよね。顔の黄金比やったんですよ。皆さんありがとう。そう、そしたら目と鼻以外は黄金比だったんですよ。強くない？そう。なんかね、目と眉毛、目と鼻じゃない、目と眉毛が
若干黄金比このぐらいだとしたら、 目が本当にここがちょっとこんな感じ、ここら辺だったのよ。黄金比だとあったから一つ分ぐらい違った。広島見つけます、マジ嬉しい、やった、待ってるね、みんなのことも待ってるぞ。テンションおかしくなっちゃった、ごめんごめんごめん。みんなのこと待ってるね。いつだっけな、ここら辺でやった。そう、なんか加工 あのアプリとかでね撮ったりするじゃないですか、可愛いって思われるために。その時にごめん画面暗くなるね。その時にどうしてもうまくいかないんだよなってなって、ちょうど黄金比っていうものが出てきて、なんだこれは、自分でもやってみようと思ってやってみたんですよ。そう、あれ写真がない、なんていうこっちゃ、これであるかな、ここにあるかな。ごめんちょっとめっちゃ暗いよね、すまないね。あった。あのめっちゃ衝撃的だからすごい顔なんだけど、こんな感じの顔だった。なんかわかる？って言った時にこうなったの。そうで、あとはねめっちゃ上げてるけど、眉毛、あの前髪上げて、そう前髪上げてタバコ吸いますか、引きかねえよ。そのああいうのやったんだけどさそうなんだよね。黄金比のちゃんとした黄金比のねものをねっやってみたんだけど、でそういう診断とかもやってみたんだけど 90% でした。そう、あごめん自慢話に聞こえたらすみませんでした、本当に違います。そういう報告ですだったよっていう。で生で見た方がね可愛いと言われるので、ぜひ会いに来て話し会も待ってるぞ。あっちまんな、すいません好き気よ、好き気よ。え、私好きピオしか知らないんだけどあ、本当に嬉しい。だからこうしない方が可愛いかもしれない、泣いちゃってすいません、本当にすいませんでした。今の発言はなしで。え、一人ぐらいいるんじゃないですか。黄金比ってなかなかね難しいですからね。人それぞれお顔が違うから。スキピオ、ピピピさん、なんでしょう。なんか笑いつけてピピピさんって言われたんだけど、なんでしょうピピピさんです。スキピオはね、あれよ、来金来金優勝やった。スキピオは来金だよ、来金。うん、自信ありますか美しく、あ、いいのぶちゃんですもうそう言うとしか。好きなさん、犬
うん、犬神家一族の星ってなったな。なんだ、のびちゃんの美脚の神、ありがとう。その変態さらっと言ったけどありがとう、美しい美脚でへん。美少女近いです、美少女は近くで見ても可愛いでへん。だってナビちゃんの足を見るんでしょ、綺麗な足を。そんな見せちゃう、見せちゃうぞ。なんかおかしい、見せちゃうぞもやだな。あ、15分だったら教えていただけたら嬉しいです。見てます。 ありがとうございます。美しくて見ちゃう。褒め言葉なんだ。嬉しい人もいるだろうね、いるんだろうな。タピちゃんもね、あ、私は変態って言われて嬉しい。いや、みんな、うん、難しいね。褒め言葉、よかった。あ、本当過ぎてる。ありがとう。経過してたね。足専属カメコさん、おお、いいんじゃない？いいじゃない。嬉しい、私のためだけに足を取ってくださるなら、これはナーピの足ですみたいな。え、ぜひ乗せてみて。みんながね、美脚ってよく言ってくださるんですけど、あの、ぜひ乗せてください。はい、お見送りでナーピの足だけ見えてました。だいぶ変態かも。ありがとう、ありがとう、ありがとう。言ったなって、マジで本当にそうなんだけど、いや、まあ、いいよ、あ、いいよ、誰かね、一回やってみてほしいよね。そう、足フェチが喜ぶやつですね。ありがとうなのか。ご用心の人はね、あれはね、よく見えるからね、足がね。いくつに上がりますか、どうなんだろう。あの、ちょっとわらわらわらってつけて乗せるかもしれない。ありがとう、わらわらわらって言って。いえいえいえ、ん、ないしょ。あ、ではそろそろね、終わりたいと思います。まあ、みんなちょっとやめてね。ちょっとじっとにやめてね。嬉しいけど、よし、いただきます。さて、カンコピニーさん、カンソニーさん、ありがとう。アニョハセヨ、アニョハセヨ、 Thank you。チェプイズ、ヤシティさん、ありがとうございます。 Thank you。 イレブンイズ、ホリチャさん、ありがとうございます。ヘイ、テンイズ、オタトさん、ありがとう。エンナインイズ、キュキュアイドルのピさん、ありがとうございます。嬉しい。ヘイ、セブンイズ、あ、エイズ、ユズキチさん、ありがとうございます。 Thank you。 エンセブンイズ、タイムフェギアさん、ありがとう、ありがとうございます。セクイズ、メグロのコジさん、ありがとうございます。Thank you。 フィッイズ、ウヒマ太郎さん、ありがとうございます。うん、ありがとう。フィッイズ、アリリさん、ありがとうございます。フィッイズ、マルトムちゃんさん、ありがとう。 Thank you。 セカンイズ、のぞみおばさん、ありがとうございます。フィッイズ、エラビさん、ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとう、本日もお配信ありがとうございました。グッバイ、グッバイ、君の
運命の人は僕じゃない。感謝みだ。うん、ありがとね。 See you。 バイバイ。それでは皆様ごきげんよう。あばよ。またね。バイバイ。